どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。2日連続更新というのがね、すごい珍しいんですけれども、今日は6月になりましたね。2021年も早くも半分が終わろうとしています。今日は、ご報告の動画になります。はい、まず1個が、仕事先のね、フィットネスクラブさんが、今月からは時短を含めてね、こう営業再開するということで、レクチャー動画が一つ再開していきそうだということです。であともう一個が、タイトルにもある通り、フィンスイミングのね、世界選手権について、どうするかというのを、決めましたので、はい、先日のライブ配信では、ご相談にね乗っていただいたりとか、僕自身もね、いろいろ考える時間をこう設けて、はい、で結果、参加することにしました。はい、当然その参加することによって取らなければいけないリスクというものもあります。それは費用的な面もそうですけれども、帰国 PCR 検査を受けて陰性でなければ、そもそもこっちから出国もできないし、向こうから戻ってくることもできないんですけど、戻ってきた後も2週間、日本に着いた時の2週間は、自主隔離期間ということで、自宅もしくはホテルなので、生活しなければいけないということで、なので7月の1日にこう出国して、うまくいけば、9日あたりに帰国予定なんですけれども、そこから2週間って考えると、全体で3週間ですね。なので7月ほとんどまた仕事をしないということになります。当然その普段のレッスンなどで、見てるお客さんたちにはもう話はしていたんです、してきたんですけど、やっぱりね、残念がる方とかも、いらっしゃって、求められているというその事実がね、働くモチベーションにもなりますし、すごいありがたいことなので、一番引っかかってたのはそこなんですよね。仕事がなくなるということより、普段からずっと教えてるね、そのお客さんたちにその3週間近く、レッスンができないということの方、そこに対する、申し訳なさみたいな方が、ウエイトは大きく占めてたんですけど、最終的になぜ出ることにしたのかというと、年齢的にも多分僕にとっては最後のチャンスになるだろうなっていうところなんですよね。何が最後のチャンスになるかっていうと、ワールドゲームズっていうのがありましてですね、一応第二のオリンピックって呼ばれているものなんですけれども、ワールドゲームズっていうのは4年に1回しかないんですね。なので5年前か、正確には5年前のワールドゲームズ、僕は出場権をかけてね、世界選手権に参加したんですけれども、いいパフォーマンスが発揮できずに、出場権を獲得することができなかったと。なので、次こそはって思ってたんですよね、そもそも5年前にね。でそれが今年になりましたと。いろいろね、逆境はありますけど、ただ次もう一回挑戦するってなると、また4年後になるんで、4年後って言ったらもう40ですね。今年僕36なんで。だからそうなった時にね、相変わらずフィンスイミングの日本代表選手でいれるかどうかはわからないですし、その今みたいに、遠征行きたいって言ってこう、周りにも協力してもらってますけれども、ある程度自分の判断だけで行けるような、そういう自由なね、選択権を持っている状況かどうかっていうのもわからないです。なので、アスリート人生においては今この瞬間が僕にとっては一番若い日なんですよね。なので、4年は多分さすがにしんどいんじゃないかなっていう、そういう思いもあります。なので、個人的には4年前より今の方が、肉体的にも、精神的にも、技術的にも充実してると思うので、今この状態で、これが本当に最後のチャンスだと思って、そのやっぱりチャレンジしたい、チャレンジしたいんですよ。僕もね、この YouTube チャンネルではその指導者職が強いですけど、僕はやっぱりアスリートなので、そうやって挑戦できる権利が目の前にあるのに挑戦しないっていうのは、逆になんかこう自分のそのアスリート性にこう本当にそれでいいのかなっていうのもありますし、またお客さんのこととか、あとはその金銭的なこととか、そういう状況的なこととか、そういうものをね、こう盾にして言い訳にしたくないっていう、やっぱりアスリートなら目の前にね、大きなチャンスがつかめそうなのであれば、
まあ、やっぱり全力で掴みに行くものですし、まあ、そのために、まあね、そのいろんなものを投げ打ってトレーニングしているという、まあ、そういう現状もありますから、はい、なので、うん、まあ、最後のチャンスになるかもしれない、まあ、また4年後やってるかもしれないですけどね、まだ4年後やってるかもしれないし、まだ日本代表選手かもしれないけど、うん、ただ何回も言いますけど、僕の人生において今日今この瞬間が一番若い日なので、一番若い日に挑戦せずにいつ挑戦するんだと、はい、なのでここに関しては、まあ、熱く心を燃やしてフィンスイミングの世界選手権参加していきたいと思います。まあ、もちろんそのロシアに行くっていうのも初めてですし、まあ、僕基本的にそんな海外旅行とかもね遊びでするタイプの人じゃないので、それ遠征でもない限りねロシアまで行くっていうことも多分ないでしょうから、まあ、そういうね、世界最高峰のね場所に行って、その世界最高峰のね舞台のまあ動画とか絵とか、まあ、そういうのをね撮影できるっていうのも、まあ、今の僕だから多分できることなんで、その前回の世界選手権の時にはまあできなかったこと、それが今回の世界選手権ではできそう、まあ、機材もたくさん揃ってるし、まあ、いろいろ知識も覚えたし、なので、まあ、フィンスイミングのまあ、素晴らしさとかっていうのも、まあ、もしかしたら今までよりは皆さんに伝えられるかもしれないし、うん、でもそれは世界選手権に行くっていう選択をしなければ、まあ、その現場っていうのをね見せていくことっていうのはできないので、まあ、そこは多分、まあ、今の僕だからこそできることなんだろうなと、はい、なのでまず報告の一つは、まあ、仕事がある程度は再開しそうなのでレクチャー動画がまた再び始まりますということと、もう一つがフィンスイミングの世界選手権に、臨んできますというこの2点です。はい、応援してくださいとまでずうずうしいことは正直僕自身は言うつもりもないし、そういう立場でもないと思ってるんですけれども、まあ、精一杯ねその努力して、うん、まあ、日本の代表選手としてこう戦ってこようと心に決めて、はい、最近は日々を送っておりますんで、うん、まあ、そこから何かこうね、おこがましいですけれども誰かに何か伝えられるものがあればいいなっていうふうに思ってます。はい、というわけで最後までお付き合いくださった方本当にありがとうございました。またねその7月中もしかしたらレクチャー動画が、まあ、自粛期間がねあるのでレクチャー動画が途絶えてしまうかもしれないので、まあ、今のうちに素材をしっかり貯めとこうとは思っておりますけれども、はい、今後もお付き合いくだされば幸いでございます。今回はここまでです。ごめん。